俳優の鈴木浩介さんが、12月3日放送の黒柳徹子さんの長寿トーク番組、『徹子の部屋』テレビ朝日系に出演。10月に76歳で亡くなった俳優の西田敏行さんとの思い出を語った。写真特集、鈴木浩介、出会いから3ヶ月のスピード婚3歳になった我が子は、パパ大好き、き、徹子の部屋、出演。西田さんに憧れ、 大学を休学して西田さんのいる劇団青年座の研究生に、研究生を2年間務めた後、座員になることができた。その頃、西田さんはミュージカル、屋根の上のバイオリン弾きの主演をしていた。帝劇の楽屋に挨拶に行ったところ、おお、今度新しく入った子だよね、今からご飯食べるから一緒に行こうと気さくに誘われたという。 見たことのない皿に見たことのない肉が4枚ほどしか載っていない。びっくりするような値段だったという。こんなもん食べたことないと思いながらいただいた。用を足しに行くと、西田さんも来て、隣同士になった。その時に、光介くん、僕のことを憧れてこの世界に入ってきてくれてありがとう。すごく嬉しいんだけど、これからは同じ舞台に立つ仲間だから。 憧れじゃなくて仲間だからよろしくねと声をかけてくれた。追っかけてきてよかったと思える人柄、で、愛情深い人だったとしのんだ。2015年に自身が、徹子の部屋に初出演したときに放送された西田さんのメッセージが改めて紹介されると、真剣に見入り、涙をこらえていたが、やがてメガネの下から頬に涙が伝った。